これはあかんつわはは、これはこの店にね、わしはあそこにある橋を越えて飲みに来たはええんやけれども、4時間ぐらい飲んどったらやな、あの橋がこれは閉まってもうたわけや。これはわしはもう帰れようになったぞ。これはもうあかん。これはへへへ、わらへつわす。そこの方誰やねん。私は名を名乗るほどのものではございませぬ。なんか聞いたことある声やな、それは。おう、ここは長くいてはいけませぬ。どうなるんですか、長いことおったら。まあ、顔を上げてください。おう、戻れなくなります。戻れんようになるかいな。これどうやったら戻れるんでか。これはなんとか戻りたいんですけれども。過去ですか、未来ですか。え、これはなんでかタイムスリップしたんですか。わしはパラレルワールドです。パラリラパールド、パラレルワールドです。おう、まだか。とりあえずわしを戻しておくなれ、そこのお嬢さん。残念ながら私の力ではどうもできない。なんでね。ただ一つだけ方法があるのが。おう、ついてきて。おう、ついてきやす。早く。あ、抜いてもうた、抜いてもよし。あ、抜いてもた、抜いてもた。どんだけ遅いやん、お姉さん。それは。で、ここに15分後に馬車が来ます。ほうほう。行き先はわかりませんが、その馬車に乗ってください。わからんのかいな、それは。それで、あなたの使っているお金は使えません。これを使ってください。あ、えらい大きに、ほんなら、この小銭をいただきやす。じゃあ、私のことは忘れてください。いや、怪しいな、それは。言ってもうたな。誰やねん、今のは。どこの子やねん、あれは。まあいいか、15分後にここに来たらいいやな。まあ、親切にお金までもろったから、これでどないかしてね、ほら、帰れそうな気がしてきましたけれども。涙くんさよなら、おさよなら涙くん。これはよう寝ましたな。皆さんおはようございますなんつってね言っておりますが、いやいや、ええ朝でんな。ちょっと待ってよ、これ朝にしてはなんかものすごい太陽の位置が高い気もするけれども、何時やこれ。これ、あかん、これは。遅刻してしまう、これは、いかん。遅かったわね。おはよう。おはよう。ちょうど、お肉焼けたから、食べなさい。あ、ほんまでか。ほんなら、いただきます。で、食べるわけないやないか。で、食べなさい。美味しいわよ。今、ちょうど。ちょっと待って、あんた誰やねん。ちょっと早く食べないと冷めちゃうわよ。わけのわからん女の人が俺家におるけど、そのところにバラにしたバラ肉置いてあるから。どれどれ。あ、なかなかこれはあれでな、美味しそうでな。で、なんでこれそのまま直接置いとんねん、これは。じゃあこれ食べなさい。戦争食べんとれろがい。いかん、もう遅刻してしまう。わしはもうこのまま行くぞ。うらい、いらっしゃい。うわぁ、ほら、これはあかん。遅刻するやろがい。遅刻するやろ、遅刻するやろ。うわぁ、どんな電車ね、これは。で、どうやってっけ。これは、
ちょっとね、テレビのね、今日は収録があるから、スタジオに来るね。あ、ここや、ここや。いやー、なんとかね、間に合った、間に合った。よかった、よかった。ぬしろが着いたよ。お昼休みはぬしぬしぼっち、あちこちそちこちぬしろ。お昼休みはぬしぬしぼっち、あちこちそちこちぬしろ。うらへん、あちょっとはい、あ、危険、いかいだらはい。どうも、司会のぬもりです。皆さんよろしく。今日からね、私の番組が始まりました。ぬしっていいともへようこそ。ほな、早速、何ですか、ぬしろ、ぬしろショッキングの時間でございますよ、これは。おう。というわけで、一人目のゲストをお招きいたしましょう。この方です。どうぞ。よろしくお願いします。後ろ向いちゃいましたけどね。カメラにケツをこれ向けとれない方は、うん。誰でっか、誰でっか言ってる。誰でっかって、ツッコミどころこっちもあるんですよ。最初のゲストって2人目も出てくるんですか、ね、最初のゲスト、それは次のまた週があるやろがいいか。あるやろがいいか。そういう意味ですね。おう。あるやろがいが。どういう意味やねん。ちょっと何言ってるか分からないんですけど。ほんでね、早速、今日は何の話をしましょうか。私、司会がね、これ初めてで、何を喋っていいかね、これ全然分からんいうことでね、これは困っております。今日はどうぞよろしくお願いしますよ。よし、でもそれにしてはずいぶん豪華なスタジオになってますよね、これね。そうですね、これはわしがプロデュースしたんですけれども、ものすごいこれは豪華でしたろ。豪華ですけど、1都6県ですよね、放送。おう。おう、手振っとるけども。うん、振ってくださってる方が。あ、なるほどね、うん、そうですねの人たちや。そうですね。実際いないですけど。おう、見えたんです、私には。なるほどね。どこ行くんですか。どこ行くんですか。間違えただけですよ。あれ、髪切った。髪切った、それ。切りましたよ。先月切りました、私。あ、やっぱりね。それと思いました。うん。あえてこれ、言った方がいいですか？なんでっか？ぬもりさん。うん。は前と変わらないですかね？私はいつものパンチパーマ、これ、何やこれ、パンチパーマちゃうやないか。どれのやつね。か、ズラを間違えたわ、これは。で、誰がズラやねん、これは。おう。お金、小銭を受け取りませんでした。小銭。そうやで、馬に乗ったあれ。何語ですか、それ。馬に乗ったお姉ちゃんから小銭もろて、それで馬車で私は帰ってこれたいう、そんな夢やったよ。馬車、そこまで私見てないからわかんないですけど。あ、もうでっか、はい、これはなんか不思議な、これ体験でんな。あれでんな、世にも奇妙な、ぬしろうで奇妙な物語や、これは。そうですね。それでぬもさんや、わしは。何の話やねん。
前は。ほんなら、リナさん、次回のゲストをご紹介お願いします。はい、ですね、ちょっと今回はね、ちゃんとしたゲストを呼ぼうかなと思ってるんですよ。ほうほう。YouTube とかね、いろんなところで知ってる方も多いと思うんですけども、おうおう、まあ、ブラックオプスとか、モダンウェア3とかの実況をね、されてらっしゃる翔平さんっていう方がいらっしゃるので、その方に、そうです。あの翔平さんです。あの方に電話つないでもらいたいなと思うんですけども。ほんまでか。ほんなら、あれですか、はい。わしがかけましょうか、これは。お願いします。ですか、ほんなら。ピッポッパーのピッポッピと。ピリ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 。ガチャ。どうも。もしもし。もしもし。もしもし。リナですけれども。あ、お世話になってます。お世話になってます。お久しぶりです。お久しぶりです。実はですね、はいはい、あ、先日ね、雑談動画ありがとうございました、本当に。いやー、こちらこそ。うん、それで、ね、ちょっとね、主っていいと思っていう、謎な番組に出てるんですけど、主っていいと思う。主っていいと思う。あれなんか、某番組ではなく。いや、もう、某番組、パクリですね、もう、多分。あ、なるほどね。裏番組みたいな。なんか裏番組です。そうそう、そんな感じなんですけど、で、そのね、司会者の、ちょっと、主郎さんにちょっとお電話変わりますね。あ、主郎さん。はいはいはい。はい。よろしいですか。お願いします。ちょっと。はい、預かります。もしもし。どうも。ぬもりさん。あ、どうも、これは、お久しぶりでございます。お久しぶりです。いかがお過ごしですか。ああ、これは、わしも元気にやらせてもらっておりますが、翔平さん、どないでっか。いやー、こっち、お昼ですよ。ひなたぼっこしてます。ひなたぼっこさんと言いますか。実は今、結構これ大変なことが起こっておりましてね。はいはい。なんではい。今、わしのこの足元に、コーラがこれ、これ、リアルな話、思いっきりこぼれとるわけや、これは。で、この、なんや、機材の方にこれ、ものすごいこれ、垂れてきよるわけやな、これは。おう!どないだったの?これは。で、翔平さんはね、BO2 の実況者いうことで、頑張っとるらしいんですけれども、そうですね。わしもね、はい、俺実は翔平さんの大ファンでございまして、ありがとうございます。よう動画を見させていただいておりますよ、これは。ね、ぬしろさんの動画も、あ、ね、BS ホームの動画拝見しましたけど。あ、それはえらい大きに。面白かったです。ありがとうございます。ぬしっていいと思う。みたいなね、感じで今日は。ねえ。で、あれでな、翔平さんはケンタッキーをよう食べるいうことで。ケンタッキーをよう食べる。ケンタッキーっていう州に住んでますよね。はい。あ、そういうことですか。そういうことです、そういうことです。なんや、ケンタッキーは至るところにありますね。そうでか。ケンタッキーフライドチキンは。わし、ちょっとあれやな、勘違いしておりましたな。ケンタッキーを作っとる工場で、寝泊まりをしとるんかと思っておりました。あ、なるほどね。アメリカのね、ケンタッキー州っていうところで、住んでおります。あ、なるほどね。はいはい。ケンタッキーの粉を、ボフ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 つけるお兄さんではないいうことですね。ああ、多分ちょっと違う方ですね。ちょっと、あ、なんですか。
だからちょっとまあね、これここから本題に入りますけれども、はいはいはい、わしのこの主っていいともにね、次回の、はい、ゲストとしてね、来ていただきたいということで、まあ、なるほど、いつものね、恒例のこのちょっとね、一言を言うてもらおうと思いましてね、よろしゅうお願いします。なるほどね、はいはいはい、ほな行きます。それでは次回来てくれるかな。いやー、ちょっとアメリカ住んでるのと Xbox なんでちょっと、お、無理無理無理な、なんで無理ですか。これはあの、なんとかこれ来てもらわないの、これはもう困ります。これはこの番組のスタジオ PS ホームですよ。あ、そうです。あの、私 Xbox なんですけど、どうすればいいですか。これはX ホームはないんか。これは X ホームはないですね、多分ね。あのマインクラフトとかならありますけど。これは困りましたな。いや、もうね、これはあの、一つ、あの、プレイステーション3をもう買いまよ。買うって、あ、なるほどね。ちょっと、でかい買い物でんな、それはね。そうでんな。おでんなって。わしが、わしのこれ喋りがこれちょっとこれ感染した感はありますけれどもですね、影響されてます多分だからこれは、うん、来るわ、これ難しそうでんな、これは困りましたな、これはね、番組ちょっと申し訳ないけれども、次のゲストには慣れそうもないですわ。おこれは、リナハン、これ、どないしまひょ、これ。これ、まあまあまあ、そうですね、だから、大変、長い間、皆様、ちょっと待って、ぬしっていいとも、応援していただき、ありがとうございました。ぬしっていいともは、今回をもって、最終回となります。そして、ぬしろうさんのシリーズはね、続けていきたいと思っておりますので、ぬしっていいとも、これで最終回ということで、いいですよね、翔平さん。いや、どうなんですかね、あの、MC の方を差し置いて、ゲストの方が番組の終了を報告するという、新しい展開ですね。家を買うたばかりやのに、これ、無職になってしまうよ。これは、うらやちょっと、うわっ。せっかく決まった司会業、たったの一度でおジャンピー。彼は今後どうなるのでしょうか。歌うのは南米ヌシローで、夜霧よ今夜もありがとう。忍び合う恋を包むよ霧よ、知っているのか二人の中を、晴れて会えりその日まで、隠しておくれ夜霧夜霧。僕らはいつもそっと言うのさ、夜霧よ今夜もありがとう。今日は最後まで聞いて見ていただいたね、ほんまにありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ほんならまた、さようなら。